はい、それでは確認取材を行います。質問のある者お願いします。はい、NHK です。今日はあの大阪市の財政当局から118億円の、コストが4分割した場合にかかるということがありましたけれども、あの代表としての立場もあると思うんですが、市長としてあの市が出したあの試算についてどのようなことがあるんですか。毎日新聞が、はい、あの今日君とこの記事やけど、あれ政令市の基準財政需要やけどね、政令市を4分割するのと特別区ってそもそも需要が違うじゃない、仕事で。あの記事の内容こっちに聞いてもらった方がいいかな。え、あの市に対してこの数字についてどういうふうに説明されるか考えてるんですか。いや、そもそも変更の報道ですよ。だってあの政令市でやってる仕事と特別区では仕事が違うようになるやん。そもそも需要額違うじゃない。あれ、毎日新聞さん、政令市4区にした場合よね、あれ各区を。政令市を、4分割した場合ですね。じゃあ政令、その権限は政令市の権限でやってるよね。もちろん他の補選、係数についてはそのまんまに置いている、うん、だから全く違うものと比較してるよ、特別区と。それは増えるよ。でこの話は2012年に終わってるのよ、法律作るときに。さっきも言ったけど、この大阪で特別区を設置する初めての試みです。初めてその時点で国の、交付税が大阪だけプラスにならない、これはダメだよと言われて、新しく設置する特別区は旧の大阪市の基準財政需要額を使って、交付税措置しますという、このルールに基づいて法定協議会で運営してきた。だから反対派の皆さんが出せ出せって言うけど、それはもうその時点で終わってるし、今日毎日新聞が書いてる通りなんです。あのそもそもこれは初めての例なんで、基準財政が需要額を出す計算方式もないんです。ないよね。ないです。ないだから、ないから出せないということを法定協議会でずっと言っている。だから我々は特別区が成り立つかどうかはリアルな予算ベース、毎年のどんなサービスでいくらかかってるか全て分かってるんです。リアルな予算ベースで計算をして、長期のシミュレーションで黒字になるということが、これが、はっきりをしてるんで、あの長期財政シミュレーションというのをお示しをしてます。これは市としての公式な見解というふうに捉えて。そうよ、だってあじゃなくて、あの218億それだから218億は4区をそのまま政令市にした場合ですよ。だから違うものを比べて、我々4区政令市なんて言ってないんでね。言ってないよね。あ、NHK はどう思ってんの。はっきり言っといてもらうとね、もう前提条件が違うから数字が一人歩きしてしまう。すみません、要するに一応財政当局の方が各社に対して218億円大体当局の方から説明しているんですけれども、これは市長として、市の方針の展開として捉えていいのか。政令市4つ作ればそうなります。大阪市に、市内に70万から65万の規模の政令市を4つ作ればそうなります。ここ、毎日新聞ちゃんと言うてくる。ないやろ、その。いや、市長いいですか。今回はあくまで差額ということで見ているんで、つまり一つの、国の定めた、標準的なコストということで、政令市を4つに分けたときに、単純にその人口がそれぞれちっちゃくなったときにどんだけのスケールデメリットがあるんだろうということの目安なんで、もちろんおっしゃるようにですね、その中核審したとき、中核審並みにしたときに、どんだけの補正係数になるか、これもちろん決まってないんで、これは出せないんですけれども、あくまでもじゃあ人口を減らしたとき、このときの影響、国の考える影響を見てみようということで、目安として出していただいた数字なので、それ自体はもちろん理論値といいますか、国の考える標準値なんですけれども、これと、今、副首都局の方で出されている、
初年度が39億円で、まあ、年間平均すると確かランニング20億だったと思うんですけども、この差額については、どういうところに、原因があるというふうにお考えでしょうか。それは政令市で計算するとそうなるじゃない。例えば消防だとか大きな仕事は大阪府に移ってるじゃない、ね、そこも財政需要の中に盛り込まれていくわけでしょ。政令市だから移った部分はほな考えてないじゃない。一応それは移った部分はですね、除いて218から除くと、まあ、約200になるというあの当局の説明だったんですけれども、いやこれは政令市需要というのは産業規模とか経済規模も含まれている中での政令市計算です。今回はそれはルールとしてないんです。ないでしょ、ま、だから僕らはこういう基準財政需要額の一定の算出方法というのはルールがないんで、実際のかかったお金で計算をしてきたんです。4つに分けることでスケールデメリットは発生するのは法定協議会でも議論はされました。職員も増えます。で、増えた職員の数っていうのは 周辺の中核市、人口当たりの中核市の職員数、これを参考に算出をしております。算出をだからよりリアルな数字で算出をしてきたということです。一方、まあ、反対派の方々はそのリアルな数字に対して例えばその職員数が他の、中核市と比べると、まあ、ちょっと少ないんじゃないかとかですね、いろいろ言う人もいるんですけれども、これに対してはいかがでしょうか。そんなこと言うと積み上げ方式ならいくらでも人を増やすことができるじゃないですか。大阪市は昔 5万人体制で市を運営してました。今これが4万人を切る数で運営をしております。それでサービスは上がってるわけです。で、サービスのニーズも千差万別広がってきました。子育て世帯から高齢者も増えてきたんで、それでも大阪市の今のサービスは維持できてます。中核市もそういう形でみんなサービス維持してるんです。これは職員数なんてそれ下からもっと欲しいもっと欲しいと言われればいくらでも増えてしまいます。一定のまあ、明確な基準のもとで周辺の中核市の人口当たりの職員数を参考にやってますので、これは全く問題ないと思います。それは増える増えるって増やそうと思えばいくらでも増やせるんだから。5万人のところ4万人切って今やってるんですから。ただ中核市をそれぞれ、まあ、例えば隣の東大阪さんなんか見ますと、まあ、今の大阪市 そのサービスとはちょっとまあ、レベルって言ったら怒られるかもしれないですけど、その内容が違うのかなと。やはり大阪市の、まあかなりいいサービスをですね維持すると言っている以上、その分やはり職員数もいるんじゃないかっていう反論もあるんですけれども、職員数今 の遠い場所に自治体作るんじゃありません、うん、今の職員数で今のサービスは出来上がってます。でこれからサービス拡充 して増やさなければならないのは教育委員会、児童児相、それから、保健所、専門職です、ね、ここは計算ちゃんとしてるんだから。だから東大阪のサービスよりいいから、もっと職員いるんじゃないの。今できてるのになぜ増やさなければならない。新しくやる業務のところは増やしていきます。福祉局に取材したところ、まあ、例えば今お話になった保健所ですとか、こういうものは賛成反対、まあ、賛成と可決となった後に協議していく、あり方を決めていくということなので、例えばそのじゃあ4箇所にそれぞれ機器なんかを置いたりしようってなった時には、こうしたコストについてはまだ計算されてない、それから人員についてもですね、実際にこう調整する中で足りる足らないということをこうやっていく、協議していくという話をおっしゃってたんですけれども、つまり今の、計上されているコストが全てかというと全てではないと、まだ計算していない分はこれで全部だというふうには言い切れないというふうに福祉局から伺っているんですけれども、それはそうです。増減はありますよ、これからリアルに作っていく中で、でも増ばっかりじゃないんでね、やっぱり大阪府に移っていく部分で府の職員と重なり合う仕事、大きな仕事をしている部分、これは抑えることができるでしょ。クビにするんじゃありませんよ。クビにはしない、定年者補充で抑えていけば、今の大阪市の総数を考えればその部分は減っていくわけだから、
これは具体的にこれから制度設計する中で決定していくわけです。だから増える一方じゃないということです。大阪市のままだったら確かにおっしゃる通りなんですけども、4つに分かれることでどうしてもその総務関係とか必要な部分が出てくる。これは人が必要になるということはもう副省局も試算をしていて、でその中で今の大阪市でやっているから大丈夫というのはですね、これはいろんな意見あると思うんですけれども、反対派の方からはその人事室が出していらっしゃる意見書だとか、そういうことでまだ懸念が残っているんじゃないかと、実際やってみないと分からないということは、これは副省局さんも認めておられることでして、リアルにやるのは決定してから詳細詰めていくわけです。でもまず今の時点で周辺の中核市とができているやっぱり基本形の中でやるか やれるかやれないかというのを検討してきたのが法廷協議会じゃないですか。 それで積み上げで一つ一つやっていったら、それはね、増やそうと思えばいくらでも増えるし、減らそうと思えばいくらでも減らされますよ、言うだけな。だから我々は今大阪市でできている、人体制含めて中核市の今の状況をこれを基準にして、大きい、意味でこの法廷協議会でまとめてきたということです。それ言い出したら全部もう要は詳細の一番詳細の詳細まで全部詰めてないとこれ皆さんに判断できないのかっていう話になるんです、こういう制度を変えることっていうのは大きなやっぱり周辺の自治体の人員体制を勘案してそれで提案していくというのは普通のやり方です。普通のやり方だと当然思います。一方で当然思うんやったらもう船橋市ですとか鹿児島市ですとか人口50万を超えるような中核市では職員現業を抜いた職員数が3000人を超えたりですねしておりますので、大阪市が中核市並みになった時に果たして本当にそれで足りるのかなというのは本当にそれは疑問に思うんですけれども、僕はやれると思う。周りの市でもやってるし、で大阪市5万人体制を4万切るとこまでやってきてサービス増えてるやん。サービス増えて5万人を4万人に人減らしてもサービス低下してないじゃん。ほんで僕も市長になって、市長まだ1年半やけど大阪府でも同じことがありました、僕の時代に約2700橋本さん僕で、知事部局だけですよ、知事部局だけでぐっと縮めたけど府民の皆さんからサービス悪なったなんて言われたことありません。これはもう役所って潰れない組織なんで人増やそうと思えばいくらでも増やせます、だって潰れないから。で1人で仕事するの2人3人の方がいいでしょ。毎日新聞で下から何人もくれくれって言っても無理やん。それは経費かかるんやから、そんなことしてたら会社潰れるじゃない。だから僕はその経験があるわけです、僕も吉村さん。だから中核市でやりくりできているその範囲で今のサービスは維持できます。最後に今回のこの計算って本当に機械的なもんだそうでして、確かに理屈を聞いたら本当に数字を当てはめて計算するだけらしいんですけども、であればですね、一番当初から標準値といいますか国の標準値はこんなもんなんだけれどもというふうにこう最初に出しといてですね、でその後からこれはうちの自主努力でこういうふうに減らしていくんだと、こういう議論ってできなかったでしょうか。中核市の需要額計算しても政令市の4つに分けた需要額計算しても仕方がないじゃない。違うもんなの、違うもんなの。もう最初から国とはできてるんですよ。政令市から政令市、政令市から4つの政令市に割るっていうことはそれぞれ引くので残ってる引いた分の差額っていうのは単純にその人口がそれぞれ減ることの影響額になるわけです。政令市だからっていうのはちょっとあまり関係ないような、あくまでも標準値のような気がするんですけど、政令市は政令市の算出方法でその中に要は経済規模とか、人口密集度とかそんなのも全部入ってやってるわけだから、これもともと国の協議の時に総務省からも言われてるのは、これは初めての制度だからこういう計算式はないんですって言われてるんです。それは聞いてるんです。初めてのないもん無理やり出したら混乱するじゃない。違う、ないもん無理やり出したら
だから僕らはリアルな数字で検証してきたんです。これは最初から言われてる、分割することでコストは増になる、その部分は国の交付税は増えませんよと。これは当時の、座長であったあの菅、自民党のリーダー菅総理からもそういう話を受けました。そんなことをしたらいくらでも、例えば、政令市がちょっと2つに分かれた方が国からお金予算もらえるよと、それどんどんそんな話が出てきてしまいます。横浜でも、2つに分けよ、それは国の今度財政にしたら非常に逼迫するし、国基準合わなくなる。だからルールがないということは知ってるんでしょ。だから僕らはリアルな数字で計算したということです。リアルな数字で計算したんですね。関西テレビです。この200億については自民党の川島市議が独自でご自身で計算されたと言ってらっしゃって、200億円出しました。で、松井さんはそれに関しては、根拠のない数字だからというふうにはおっしゃっておられましたが、川島さんサイドからは一応根拠という、川島さんが言う根拠というのは示されて、厳密に言えば政令指定都市ということで、厳密に言えば比べることは難しいかもしれないんですけれども、近い数字が出たと。それに関してはいかがお考えですか。だから厳密に言えばって、それはさっきも言ってるように計算方法そのものがないのに厳密ですか。前提がちょっと違う。前提違うものを計算できないじゃない。もう今日もキャストでも言ってたけど、前提は法定協議書という前提は建物は建てないと。前提が変われば、これ何とでも数字を変えられるじゃない。違う。僕はやっぱり前提大事にしてるんです。当たり前の話だけどね。だから、この基準財政事業額初めてのことなんで、計算方法はないよというところからスタートしてるんです。だからリアルな数字でやってるんです。それはないものを勝手に計算したら、その数字は出てきますよ。当たり前のことじゃない。すみません、ルールっていうか計算式がないっていうんじゃなくて、あれですよね、補正の係数がまだ定まってないっていうことですよね。補正の係数も定まってないし、政令市需要でみんな計算してるじゃない。特別区と政令市は仕事違いますから。そうなんですけど、ただ政令市から4つの政令市のそれを引き算すると、政令市であることっていうのは消えて、単純に人数 その影響額しか残らないので、それ以外の補正係数そのままやろ。経済補正係数そのままでしょ。それ変えないかんやろ。だからないんですよ、これルールが。そうですよね。それは総務省とやり取りしないといけない。総務省はそれないって言ってんの。これから決めるっていう話ですね。だからこれから決めるって今はないです。今はないですね。いや、もう何も対応しません。これで僕はちょっとこんな記事になってるやんかって言っても仕方がないじゃない。この、なんていうかな、変更的な記事になって誤解を生んでるけど、もう出てしまってるんやから。ただ最初に聞いてれば、これはおかしいやろと、そもそも計算式ないから、計算式ないようで済む話を、ああいう計算式で数字出すっていうのは、ちょっと混乱を招くよと約束した。それは言うけど、もう出てしまったんだから、何も言いません。これは大阪市のその体質っていうのはあるんだろう。ただ取材がどんな形で行われたのか僕聞いてないから、でも数字はどういう意味なのは聞いてない。そういう意味だったと思います。毎日新聞で握手、財政局がこういう計算してるっていうのは、いや、それは毎日新聞に聞いてよ、取材してても僕は知りません。それは毎日新聞が聞きに行ったから。
知りません。なぜって言われて取材かけたから、まあ政令市を4つに分けた場合は一般的に人口だけでこれ割り振ったらこうなるでしょうねという数字なんじゃない。あとさまざまな、もうあるいろんな補正ケースあんのよ。あんなの総務省じゃないとできません、細かいところまで。総務省がこう初めての制度でそういう計算ルールがないと、これから決めますって言ってるだけなんです。だからこれ12年に法律作るときにその議論にはなりました。で、新しい制度を作るときには大阪府と大阪市の基準財政額を一体でそれ以上にはなりませんよと、それからスタートします。だからそもそも計算方法がないからこれから決めるわけだから、総務省。だから我々はリアルな 毎年のまあ決算基準で、この成り立つか成り立ってないかを計算してきたんです。共同通信の山本です。ちょっと話題変わりまして、住民サービスについて伺いたいんですけども、維新の方で作成されている広告物の中で、ビラとかチラシの中でですね、特別規制になると住民サービスがグーンとアップするというような記載で、まあ、資料が配られているというような、一部言われているんですけど、事実関係としてそういうものが出されているんでしょうか。グーンとアップというか、僕ずっと街頭で言ってるやん、ニーズを把握しやすくなるからスピード感を持って、拡充ができます、まあ、そういう話なんですね。一方でそのこれまでそのサービスが低下するという反対派の言説については、協定書の記者をもとにですね、デマだというふうにご指摘されたんですけれども、まあ、グーンとアップするということも、その区長マネジメントの可能性を示唆することですね。それは区長マネジメントですよ。ただでも今より住民に近いところで行政を動かすんだから、これニーズを把握しやすくなるんじゃないですか。まあ、その可能性はあると思うんですけど、その市長いつも言っておられるような協定書記載事項という括りで言うとちょっと外れている内容だと思うんですけども、それはちょっと主張変わってきてるんですか。まあ、グーンとアップというのはそのビラそのものが、僕ちょっと直接僕がビラの政策に携わってないけどね。ただやっぱり拡充ができますとスピード感を持ってというのは、これまでも街頭を言ってたことを、まあそういう表現にしてるということです。そんなこと言ったら相手がってもうないことでもうバンバン書いてる。それは分かる。だから我々はちょっとこう、なんていうの、表現が大げさかもしれないけど、よくなるのは間違いない。なんか協定書に記載されている事項ではないけれども、可能性の話と記載されているという認識。だからそれ協定書に記載されてるとは書いてないし、で、そのビラがどうなのか、それは可能性として書いてると、府庁の裁量だということは伝えてますんで。はい、わかりました。すみません、立憲で関西テレビです。今日、街頭演説でもですね、成長戦略のこと話されてました。で、ちょっと、まあ、あまり深く立ち入るつもりはないんですが、例えば、まあ、なにわ鈴線とか、常々おっしゃってるのは二重行政対立があったからできなかったことが、まあ、例えばなにわ鈴線とか維新の時にできたことというのをおっしゃってます。なにわ鈴線とかはですね、まあ、松井さん、橋本さん、平松さんの時に、まあ、平松さんも、そういうのが必要だということ自体は、まあ、否定はしてないんですけれども、まあ、費用負担の問題があったりとか、まあ、あとは事業者、まあ、JR 南海、阪急と複雑に絡まっているので、まあ、そういう問題もあるのかなと。まあ、単純に対立で語れる話なのか、やっぱりそういう複雑な複合的な要因もあったんじゃないかというようなご意見もありますが、その点ちょっとどうやってもいいですか。それはもう平松さん時代だけじゃない。なにわ鈴線30年前の市長と知事って言ったら、ノックさんの前、岸さん。で、その時は、誰やろうね、その頃から、それ、知事と市長がまともに会うこともせず、調整しないから、それはまとまらなかったわけでしょ、阪急も、南海も。今回のなにわ鈴線も、これ大変だったのよ、これ、まとめるの。僕と橋本さんが入って各私鉄直接話して、負担、要は負担割合とか、そういうことを2人入って、で大阪府と大阪市の安分負担割合も決めて、それでまとめた。まず、だからそもそも30年前から対立して、そういうまとめる必要や言うけど、まとめる気なかったということです。これが不幸せということです。
これは事業者の問題もあるとは思うんですけども、そこにまあ行政がしっかりまあ温度を取ってリーダーシップを発揮できたということでよろしいですか。あの事業者の問題はありましたけども、それは本気になればまとまったわけです。これは、うん、で事業者にすると大阪府と大阪市がまずまとまってないのに事業者話乗ってきますから、あの民間事業者に大阪府と大阪市がまだ揉めてる話はもう十分ついてないのに事業者呼んできても、それ事業者にしたらまず役所まとめてよとなるんだ。僕ら今回は役所先まとまったから事業者と話してきたんです。ありがとうございます。ABC のやつです。今後ですね、まあ、日々街角を説明会されてますけども、今後松井さんとかがされる開催される場所を公表されることに切り替えられると思います、ね、それはどういう狙いがあるんでしょうか。この間街角説明会やってきて、こう皆さんの状況を見てても、感染対策をしっかりやりながら、こう集まってくれてます。集まってくれてます。だからオープンにすることで逆に感染対策をちゃんとしよう、じゃあ聞きに行こうよとこういうことになりますから、もうオープンにしていこうということを、進めたわけです。決定したということです。当初から感染対策を取ってくださいというのは呼びかけられた上での開催だったんですけども、それは理由になるんですか。いや理由にて今も僕がやりだすとやっぱり人集まってくれるじゃないですか。でこれでずっとやってきて一人一人がそれやっぱり注意しながら聞いてくれてるじゃん今もね、うん、だからこれオープンにしてもみんなその感染対策っていうそういう意識はちゃんと持ちながら集まってもらえるでしょという判断をした。まずマニフォードです。ABC の討論でですね、まあ前提が違うからというふうなことで、まあ庁舎を整備するかしないかの、その、まあ、庁舎整備を使うお金の話をされてたと思うんですけども、まあ、協定書の内容ではなくてですね、今の協定書とは関係なく、庁舎というのは、今、案では作らないことになりますが、松井代表としてはですね、今後、調査整備については今後どういうふうにしていくべきと今現状では考えておられますか。調査整備はこれ必要ないんじゃないかなと思ってます。というのも今日も説明してましたけど、住民の皆さんの目の前の住民の皆さんの直接のサービスの拠点は各区役所、今日も聴衆の皆さんも言ったけど、今日拠点はみんな申請とか区役所なんだ。で中之島で何してるか、さっきの財政当局でお金の計算したり予算編成の準備したり条例の、そういうこう、要は準備したり、要は住民サービスのに至るまでの政策立案業務をやってるんです。直接住民のサービスに関わってる部分ではありません。で特別区ができて、例えばこの鶴見のこの鶴見区と中之島の特別区と中之島の距離が広がるわけでもありません。実質距離は同じなんで、別に町内変わるわけがないんで、だからこれ庁舎整備の必要はないよねということで公明党さんと協議して、じゃあ中之島庁舎あるもんだから使おうよとこうなったわけです。ただこれ特別区長がその後どうするかも今僕がそれを決める権限は僕にはありません。選挙で選ばれてるんだから。例えば特別区長が新しく庁舎建てようよとこういう話になれば、それは住民が了解すれば特別区長がマネージメントすると、その将来の特別区長の権限を今僕が止めることはできません。でも法定協議書に書かれてるのはもう今庁舎は必要ないということです。で僕は必要ない、僕が区長になったらやりませんが、太田さんは昔金のない時に大阪府庁舎を1000億かけて作ろうとしたの。それが今のがんセンターになってるところです。国際がんセンター、あれは止めたのは僕です。だからそれはその時その時の首長によって、それは首長裁量権の話に今から僕が手を突っ込むことはできないでしょ。
くはその今曲がりの形で世の中とか天王寺区っていうのは庁舎を中之島の曲がりというような形になっているんですけども、うん、そこもやっぱりあの各特別区長が判断することで、まあ、金額としてはじゃ特別区長が判断すれば、まあ、かかることもあるっていう。だからそれなんでそっちに行きたがるんだね君らは。かかることもあるけど今法定協議書では庁舎は整備しないと書いてるわけだから、だから庁舎整備しないって書いてるもんを整備するっていう、どっちの方がこれ不誠実？その区議会とかあのそういうものを整備しないといけないと思うんですけども、あの各特別区ごとですね、うん、そういうものっていうのはじゃあ今の現在の今使われると想定しているものの中で作るってこと。そうよ、あの区議会ってそんな大層なんいるの？今オンラインでももう議会やってるじゃん。そもそもそんなね、あのなんていうかな、重厚な、まあ、大阪市の議会もすごいよ、うん、まあ、そんなの作る必要ある？これからの時代もうパイプ椅子でやれるんじゃないか。僕やったらそうする、うん、いや普通そうなんじゃないの。別に俺今の僕の市長室っていうのもあれ副市長室、平松さんは奥のもう豪華な視聴室です。あ、全然いら、今でも僕広いぐらいやなと思って。別にあの今の秘書課のあそこを別にあの机並べてても何の僕あの業務に支障ないけど、なんでその議会中のは重厚な建物がいるとかそっちになるのかな。僕はあの府庁のあの新庁舎あれね、もう要は理事者棟と議会棟まであったのよ東京都の。そんなん全然いらんということで辞めさせました、うん、なんでその議会の議場というのはそんな重厚なあのものを作らなかったのか僕には分からんけど、いらんと思う。普通の会社、まあ、カンテルはどうなんか知らんけど普通の会社の会議室でいいんじゃないの。MBS もう MBS も立派な穴立ててるけど、うん、どうなの。はい、どうだっていいですか。財政局の下についての見解なんですけど、あくまで大阪市を今の大阪市を予約したのであって、で仕事の内容も特別に整理しているのがあるので正しい資産だとは言えないというのが間違いない。あのまたそういうね変更、正しい資産方法がそもそもないというのが僕の見解、うん、それは毎日新聞にもちっちゃく書いてるじゃないですか。そこちゃんとあの出さなかった。比べるものは同じもんで比べんと、例えば食事行ってもやっぱり、霜降りのすき焼きと、それから要は豚しゃぶと、うん、これ、値段と味比べることがおかしいやんか。やっぱり霜降りが美味しいっていう、やっぱ牛は牛で比べない。批判これちゃんと比較対象にならないんじゃない。はい、はい、よろしいですか。終了します。はい。